ミッココクスリエンは、ノルウェー、リレハンメル出身のノルディック複合選手。コクスリエンは、2003年の、ノルディックスキージュニア世界選手権で、団体銀メダルを獲得。翌2004年の同大会では、団体金メダルを獲得した。2005年2月に、ノルディック複合、ワールドカップデビューを果たした。チェコのリベレツで開かれた2009年。 ノルディックスキー世界選手権ノルディック複合の団体で同メダルを獲得し、同大会の個人ラージヒルでは自己最高の13位となった。2010年バンクーバーオリンピックでは個人ノーマルヒルで32位、個人ラージヒルで39位であった。2010から2011シーズンのワールドカップでは初勝利を挙げて総合で自己最高位の2位となった。 2011年ノルディックスキー世界選手権では、個人ノーマルヒル6位、個人ラージヒル11位、団体はノーマルヒルラージヒルとも、銅メダルを獲得した。2011から2012シーズンは3勝を挙げたが、総合では3位となった。2013年ノルディックスキー世界選手権は、個人ラージヒル11位、チームスプリント5位。同シーズンのワールドカップ総合は7位だった。 2014年ソチオリンピックでは、個人ノーマルヒルに出場し13位となった。母は、フィンランドラハティ出身のフィン人で、日子は流暢なフィンランド語を話す。そう、エルイル所属。ありがとうございます。